ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで森の中に行きますか。ゴーゴーゴー。森どれぐらいで抜けれるかな。結構かかりそうな感じすることない？てか迷いそう。間違いなく迷いますね。いけるだろうか。結構暗かったよね、中。うわー、めっちゃ暗い。思った以上に暗かった。何あれ、ポケモン？え、何あれ、ポケモンじゃない。え、なんか散らばってったんやけど、あっこだけ色違ったね。なんか、ん、なんでも直しに行こう。こっちには行けない。あ、こっちは行けるっぽい。あ、モンスターボール。大きな根っこ持たせると HP を吸い取る技で、いつもより多く自分の HP を回復できる。もうなんかあそこに2人のトレーナーがいるぞ。ほらほら、カップルか。鉄道はいいですよ。たくさんのポケモンと人を同時に運べるんですから。ガラル列車に乗ってきたの。あなたとの出会いで人生何か変わるかしら。いや、別にそこまでの出会いではないと思うけど。肝試しカップルのユータとミレイが勝負を仕掛けてきた。肝試しカップル、なるほど。肝試し中だったの。バカップルの肝試し中の暇つぶしに付き合わされる形で勝負を仕掛けられたアユナ。デスマスを倒されるもののエースバーンを出してなんとか撃破することができた。そして勝利。負けた悲しみを忘れるなら鉄道での旅がいいですよ。強すぎだよ。私でも勝てる人を探しに行っちゃおう。上を目指そうよ、上を。あ、ん、第3段階。おや、トロッコの様子が。お、どんな感じになるんやろう。おー、すごい、ゴジラみたいになった。おめでとう、トロッコンは石炭山に進化した。すごい、なに、頭やば。めっちゃ崩れ落ちそう。石炭山、石炭ポケモン。普段は穏やかだが、人間が鉱山を荒らすと怒り狂い、1500度の炎で焼き尽くす。へえ。タールショット。炎系の技やね、きっと。どんな感じ？あ、岩やった。ネバネバのタールを浴びせて相手の素早さを下げる。相手は炎が弱点になる。ああ、なるほどね。いやー、いいかな。とりあえずそれでいいよ。鉄道はいいですよ。窓を流れていく景色を楽しんでいれば駅に着く。なんて優雅な時間でしょう。なんて優雅な時間でしょう。自分よりすごい人もすごくない人もたくさんいる。だから他人は気にしちゃダメ。まあね、必要以上に気にする必要はない気がする。ん、あっこ、え、登れない。こっちからぐるっと回る感じかな。え、暗くね。え、めっちゃ暗くね。肝試しをするような場所ですから。やば。あ、抜けた。え、かわいい。なに。え、めっちゃかわいいんだけど。なにこのファンシーな世界観。フェアリー系か、ここは。フェアリー系、なるほどね。多分。ん？お、ポケモンがおる。気づかなかった。あ、見て、屋根の上にもポケモン。え、至るところに、至るところにフェアリータイプのポケモンがおるってことかな。アラベスクタウン、巨木の内側をくり抜いた形の居住区がある町。ここにフランクくんがいるのか。なんかネオンがすごいな。光るキノコ、不思議なキノコ、フェアリータイプのいたずらなの。へえ、いたずら、でも綺麗やけんよき。ルミナスメイズの森で迷ったら、フェアリータイプの仕業だろうね。思ったより早く抜けれたね。ふらふらと誘い込まれて何とも言えない街ですね。街からはちゃんと抜けられるのだろうか。こんにちは、ポケモンセンターです。あなたのポケモン休ませてあげますか。もちろん。もう一匹ちょっと瀕死状態になってしまったけんね。ちゃんと回復していこう。石炭山ごっつ。めっちゃごついな。ありがとう。また増えたんじゃない、新しく。ラテラルスタジアムでの準ミッションクリアですね。おめでとうございます。お買い求めいただけるものが増えましたよ。というわけで、ようこそフレンドリーショップへ。お買い物ですね。でもボールは増えてないんか。なるほどね。スーパーボール買い足しとくか。とりあえず10個。
オッケー。お、プレミアボール1個おまけ、ありがとう。よし、いいね、こういう至る所に可愛いポケモンが溢れてるの。フランク？それじいちゃんの名前だぜ。ほらやっぱりね、このパターンやと思ったよ。フガー、フガガガー、俺はポケモンだ、お前俺と勝負しろ。大丈夫？まあ聞いてくれ、ヒバリンと役では同じ種族か？違うだろ？まあ違うよね、だってウサギと虫だから。でも俺たちはそれをまとめてポケモンと呼ぶ。ヒバニーと俺も違う種族、俺と役でも違う種族だ。だったら俺をポケモンと呼んでも構わないじゃないか。何を言ってるんだ。いや、気を使ってくれなくていいんだ。無理があるのは自分もわかってる。俺はポケモンになりたかったんだよ。なれますよ、多分。そうだ、ファッションを変えれば気持ちも変わるだろう。つまりポケモンの気持ちになれば、ある意味ポケモンになれたと言ってもいいのではないか。君、俺の燃え上がる気持ちを表現しているような服を、炎を感じるデザインの服を俺の前で着てくれないかね。ちょっと今はそういうのは持ち合わせてないかな。ん、双子ちゃん、ポプラさんはずっとずっと昔からジムリーダーなんだ。それはおじいちゃんとかから聞いたんかな。ポプラさんのジムスタジアムは小さな 劇団でもあるの。ポプラさん、あれか、あのおばあちゃんか。おや、フランクはわしだが。え、わし宛ての手紙を届けに来た？アユナは古びた手紙を渡した。差出人は、おお、ポーラちゃんか。いやー、懐かしい。幼い頃よく一緒に遊んだよ。幼いまんま死んだってことかな。かわいそう。でも彼女病気してね。それをわしに隠してたんだ。それで喧嘩になって、わしも引っ越すことになり、それ以来会ってないが。ポーラちゃん元気にしてたかね？はいって答えといた方がいいか。それならよかった。懐かしさを運んでくれたおだちんだ。持っていきなさい。こだわりスカーフ。それは？ちょっとこだわったスカーフ。持たせると素早さは上がるが、同じ技しか出せなくなる。その技にこだわるようになるってことか。何してるの？ああ、もう話の邪魔しないで。何かと喋ってる、怖い。でも小さい子ってそういうのあるっていうよね。あと、犬とか猫みたいな動物も。いらっしゃい、ポケモントレーナーさん。話せた、ちゃんと。ほう、ラテラルタウンのジムリーダーに勝ったのかい。だったらこちらの技マシンも使いこなせるだろう。お、アユナは技マシーン77、畳み目を手に入れた。畳みかけるように攻撃する。状態以上の相手に大きなダメージを与える。ポケモンにいろんなタイプの技を覚えさせておくと結構助かったりするんだよ。あれよね、今回のポケモンは街の至るところで、至るところで、いろんな人がめっちゃいろんなものくれたり、ちょっとしたイベントあったりするね。ポケモンとトレーナーにとって進化はお悩みポイント。進化をすれば強くなるけど、姿形も変わってしまうもの。進化させずに強くする方法を知りたい？どういうこと？レベルをひたすら上げるってこと？では戦いながら教えるね。レッツポケモンファイト。急激。ポケモンブリーダーのエレナが勝負を仕掛けてきた。レドームシ。この子は進化させてないってことかな。よくわからんけど、とりあえず焼き尽くしていこう。恐ろしい。あ、でもそんなに効かない。そしてさらに防御を上げていく。こう、高速スピードじゃない、打ち落とす。あ、こっちの方が効くかな。何サイコショックって、サイケ光線的な感じ。エスパータイプ、原子の力、いろいろと使っていく。いいよいいよ。他にもおるんかな、ポケモン。あ、おらんかった。レドウムシの硬さを突破するなんてやるもんね。で、教えて、教えて。まだ進化できるのにレドウムシ硬かったでしょ。秘密は進化の奇跡です。進化の奇跡アイテム？何それ。進化の不思議な塊、持たせると進化前ポケモンの防御と特防が上がる。
うーん、ちょっとよくわからんけど。進化する前のポケモンに進化の奇跡を持たせておくと防御と特防パワーアップ。ふーん、まあ、でも私ポケモン図鑑をなるべくこう作り上げていきたいけん、まあね、できん部分はしょうがないなーと思うけど一人で交換とかが必要な、何進化とかもあるやろうし。頭しい21、眠るを見つけた。2ターンの間眠り続ける。自分の HP と状態異常を全て回復する。あ、でこっちから戻って、あ、ちょっと待って、そこ光ってたちゃんと確認してから行動しましょう。ちゃ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 、もう一回、慎重に。香るキノコ、香るキノコは初めてじゃないんだな。そしてここがジム、幻想的だわ。おお、いた。お、アイラ選手。へえ、ジムバッジ4個か。あんた要注意だね。君も4つじゃないの？ほら、モルペコも警戒してるよ。って、モルペコ、あんたもしかしてアイラ気に入っちゃった？もう、ジムチャレンジャー同士真剣に戦うこともあるのに、仕方ないな。私のリーグカードあげておっか。あ、そっか、持ってなかったっけ。ありがとう。今更ながら。アイナはマリーのリーグカードをもらった。まあいいか。あんたのこと、ライバルとして覚えておくよ。数少ないジムチャレンジャーの生き残りだもんな。絶対決勝に進もうよ。もちろん。もうちょっとニコッとしてくれていいよ。可愛いのに。あ、ボールガイいた。毎度お楽しみ。僕、ボールガイだボリよ。ラブが溢れてそうな君に素敵なボールをあげちゃうボル。お、アイナはラブラブボールを手に入れた。自分のポケモンと性別が違うと捕まえやすくなるちょっと変わったボール。ラブラブボールは勝負に出している君のポケモンと相手の性別が違うと捕まえやすいボールだボルよ。いやはや、ボールって本当に奥が深いボルね。なるほど。ポプラさん厳しいがぶつかっていきなよ。お、おばあちゃんにやっぱり指示されとんかな。アイナ選手の話題かなり増えてきてるよ。もしかして追っかけとかもおるかな。クイズの重みがありすぎる。人生をかけているのに。今回のミッションはクイズ？なんだか強そうな人だ。強そうな人って言ってもらえた。嬉しい。ピンクとはフェアリータイプを意味するのか？そういうことなんじゃないの？知らんけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあフェアリーってすごい可愛いイメージがあるけんね。ピンク、うん、ピンクはフェアリーを意味するんだろう、きっと。